66 and we keep on driving. We just do what we wanna do. Yeah, no, nothing's complicated. ジュンさん待ってますよ、日本で。また You say that I'm crazy. It's just the way that I get every time that I am with you.こんにちは、ミオです。今ですね、バンクーバーの空港に着いて、次の乗り換え便を待っております。で、本日ですね、ミッションがございます。まずですね、東京に着いたらサプライズを考えておりまして、私が帰ってくることはですね、父しか知りません。なので母はですね、次の日、明日帰ると思ってるんですね。なので、サプライズでバレないように実家まで帰りたいと思います。どうかな。California weather, it's like 90 degrees. It's making me hot, and he has the same effect on me. It's just something about the way that he's making me feel. My insides are out, I just wanna shout his name. My body's giving up on me, cause I don't know what to do with my fingertips. I wanna run through his head, but I'm trying not to stay. I get a little starstruck when I see. 皆様こんにちは、ミオです。今ですね、ちょうど羽田空港に着いて、日本に到着いたしました。なんですが、本日ですね、稀に見る大雪デーというのに重なってしまいまして、急遽羽田空港の近くのホテルで一泊することになりました。ですね、父がホテルを急遽取ってくれてですね、今やっとホテルに着いた感じでございます。もう、飛行機の到着時間は45分ぐらい早く到着したんですけれども、見た感じ雨が降ってるのかなって思ったら、結構雪で交通が麻痺してるようで、新幹線の遅延だったりとか、もうタクシーとか電車も結構ぐちゃぐちゃだったのでびっくりしました。で、本当はそのまま急いでですね、実家に帰って母にサプライズをする予定だったんですけれども、こんなことになってしまったので、ネタバラシをしつつですね、電話での再会となりました。はい、ただいまですね、7時48分ですね。少し小腹が減ったのと、何か飲み物も飲みたいなと思ったので、今から少しコンビニに行ってきたいと思います。久しぶりのコンビニ、楽しみ。ちょっといろいろ物色できたらなと思っております。では行ってきます。Without letting him see, my hands are shaking from the urge of being with him. I
act a little dumber when I try to get his number. I'm so nervous that I'm losing grip of myself. 皆様おはようございます。みおです。今ですね、5時43分、朝の5時43分でございます。昨日の夜はですね、結構なだれ込むように疲れてたのか、9時過ぎぐらいに寝まして、でしっかりあのメラトニンの、サプリメントも飲んだおかげか、結構ぐっすり寝れました。で、一回パチッと起きたのが4時前だったかな、3時40何分だったと思うんですけど、パチッとやっぱり目が覚めて、あ、ダメかって思ったんですけど、またそこから結構眠気が来て、さっき5時20分30分ぐらいまで1時間半ぐらいまたストレートで寝れたので、体的には結構すっきりしております。はい、ボソボソなんですけど、ですね、朝食付きのあのお部屋を父が用意してくれたので、ですね、その朝食が朝の6時から始まるということなので、軽くちょっと身支度をしてですね、朝食会場に向かおうかなと思っております。はい、調べたら新幹線もちょっと通常で動いてるようなので一安心ですね。昨夜結構雨と雷がすごかったかな、ゴロゴロ言ってたので帰れるか心配だったんですけれども、結構落ち着いて帰れそうなので、なるべく遅くならないようにですね、7時8時ぐらいの台の新幹線に乗りたいなと思っております。はい、低い、すごい顔がむくんでます、やばい。でも日本帰ってきてやっぱりハッとしたのが、まあまず全体的に綺麗ですよね、めちゃめちゃ綺麗で、トイレあったかい、便座があったかいと思って感動したのと、あとはですね、コンビニ、久しぶりのコンビニ興奮しましたね。何でもあるんですよね、やっぱり急遽なもので、ちょっと手持ち無沙汰なものがあったので、まあ、それを買いに行ったりとか、まあ、昨日おにぎり、梅のおにぎり久しぶりに食べたんですけど美味しかったし、あ、日本帰ってきたなっていう感じがしますね。みんな親切だし最高ですなんか思いのほか時差ボケもひどくないので快適に過ごせそうです。今回は本当天候だけですね、びっくりです。去年の動画見てくれた方は覚えてると思うんですけど、5時間遅れで日本に到着したっていう記憶があります。はい、今年は雪ですね本当にびっくりでございます。皆様の地域は大丈夫でしたか？特に交通機関ね、使う方はすごい不便だったと思うんですけれども、もうね、なんかあんまり被害がないことを願います、本当に。では軽くお支度っていうか、もう UV 下地塗っただけなんですけれども、終わったので朝ごはんに行こうかなと思います。ちょっと隠すパンパンな顔をちょっと隠すために帽子を少しかぶらさせていただきます。はあ、よし、 OK、 バッチリ。ではですね、朝ごはん会場に行ってきます。Been feeling something for you lately, and I am trying so hard to just stay cool. Oh man, I think I might be going crazy. Cause all I really, really want is to be with you. And I'm like, I'm saying we're just friends, but thinking you're my man.And baby, if you knew, hey, I say I'm doing.